マジじゃん。はい。あ？すいません。アメモプラス。先輩、おはようございます。先輩、おはようございます。朝です。はい、お願いします。晴れとる。晴れてますね。バル。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。今日大丈夫か、マジで大丈夫か。はい、大丈夫です。あ、オッケー、失礼します。いやいやいや、おはようございます。ラララララル。もうすぐそこだから。はい。はい、いねりいねり。どこ投げた人かで。あ、大丈夫です。マジでいいな。あれ、実は。貴重なんや。ああ、そうです。何通りやねん。他一人おったよな。いました。あいつ嫌いかどうか知らんけど。ちんち嫌いやったら絡んでこんかったんや。最近ずっとじゃん。そう、朝あれ確かに。
しかも体感しない自由時間やね。なんで俺だけにやらすの。意味わからんやろマジで。確かに。どうしよう。お前も見とってわからん。なんか俺だけなんかおかしいな。あいつずっと俺だけばっかやって、はい、マジでクショいんやからあいつほんまに。はい、行きましょう。よし、はい、よし、まあ朝から気合われて、はい、やっていきましょう。まあ、あたりの感じね、それぞれアドバイスしたと思うから、俺が言ったアドバイス全員な、言ったと思うから、しっかりと、そこ意識しながら、できるように。OK。はい。まあ、一個だけ言うと、やっぱ野球や言うても、個人個人。個人個人たるんどる先輩らがおっても流されんのよお前らな。オッケー。朝食の時にベラ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 大きい声なんか喋ってるやつもおるわ。ええわそれはどうでも流されんな。分かった。はい、お前もしっかりな、今俺が来る時曲げてくれて、はい、そういう気持ち忘れんな。はい、行こうか。オッケー。はい、はいはい。はい、お疲れだ。どうや。はい、だいぶいい感じです。まあ、しっかり振り切れとるな。はい、だいぶ言われていいと思うぞ。ありがとうございます、その調子で。はい、ちょっとお前今大丈夫、時間ある。おや、あ、今10分切りやな。はい、こう、わかる。はい、ボール積んである。はい、あれちょっとバスのところに運んどいてくれよ、10分切りで。あれ全部ですか。はい、ちょっと今の間に、はい、ちょっと急ぎな。はい、はい、よろしく。そうやさ、お前さ、うん、生物学、あれ、来週ここやん。あ、そうやな。あれ、言った監督に。言った。マジで。うん。え、休めた。もう余裕、速攻。え、ほんまに。うん、秒。うん、俺も行こう。期限やろ、今。めっちゃええ。余裕。今行こうか。しゃ。失礼します。すいません、加藤さん。今の時間いいですか。です。ねえ。来週の部活の件なんですけど、うん、授業の方向とちょっとかぶってて、うん、授業、部活の開始ちょっと遅れそうなんで、それだけちょっと。部活の開始遅れるちゃんと言うよ。どういうこと。あ、部活。部活に来るのがって。はい、遅刻してしまうんで、その報告をさせていただきます。生物学です。どんぐらい遅れんの。なる。え、どんぐらい遅れんの。1時間ぐらいだと思う。1時間ぐらいですだと思うじゃん。いや、ちゃんとお前何分までに、はい、来ますというのが、はい、通じちゃうんか。はい、何分で、何分遅れてくんの。1時間です。1時間で来んねんの。はい、全力で1時間。はい、授業が終わるのが1時間ちょうど、そんなぐらいなの。はい、うん、何の先生。先生、分かってくれんの、その体育会のあれ言うて。何の先生や。ね、なんて名前の先生や。先生の名前はちょっとあんまり覚え、先生の名前覚えてなくて。はい、どんな先生。男性の。男性、いっぱいおるやんか、男性。はい、ちゃんと言ってるけど、授業やば。授業、はい、授業がちょっとは、その授業あんま行けてなくて。行けてない。サボってる。サボってるっていう。サボってんだろ。いや、まあ、その授業の保険でやっちゃう。俺は言う必要ないんですよ。隠さんで。あ、はい、隠さんで。その分、なんか。で、歩行は行くんか。どういうことや。授業の出席率がちょっと、あんま
行けてなかった、足りてなかったんで。足りてなかったか。で、ちょっと歩行を受けなあかんっていう風になって。ほな、野球にお前支障きたしとるやないか、お前。なるなる。はい。じゃあ、受け。俺ら言うとな、野球の話と授業の話は別や。はい。うん、俺ら野球部の監督や。はい。お前が、授業サボってるか知らん。お前が将来どんな職に就こうか。はい。卒業できようかできないか知らん。はい。お前の勝手や。はい。野球に一生来たしとるやんか、それでも。はい。アメリカの前だったら。終わっちゃうの。はい。あ？すいません。で、行かなかったの？はい、ちょっと兄が、すいません。言いづらかったよ。怒って。二日前です。二日前か、帰ってきた。その二日間、ほんの二日間で、はい。お前ほんなら、自主練したっけ？なんでそこ運命やる自主練がないんだじゃん、お声の分の。部屋の中で、体感。部屋な知るかよ、お前。チームやろか。俺に見せんかいよ、お前。伝わってこいな、お前から。ラッキー思ってるのに 見えんで、それで。いや、ラッキーとか別に思ってないです。あ？ラッキーとかそんな全然思ってないです。思ってないじゃん。お前、見えろ言うとんねん。はい。うん。まあ、1時間やな。はい。1時間遅れる。はい、絶対1時間やな。はい、で、お前、その分、お前ちゃんと埋めろよ。はい。先生、ええわ。失礼します。ありがとうございました。失礼します。タラッタラッタラッ